アンコールワットはカンボジア北部の町シェムリアップにある巨大な遺跡です森林のところを合わせると160ヘクタール、まあ、東京ドームにしてですね34個分というもう本当に広大な遺跡になってまして世界最大の宗教遺跡と言われていますアンコールワットっていうのは今も残る建物であったりとかお寺の一つにしか過ぎないんですけれどもこの巨大なアンコールワット自体はですねもうカンボジアのシンボルとして有名で国旗にもですね描かれているような存在になってす アンコールマットが作られたのは12世紀前半のことですこの辺りはですね9世紀から15世紀にかけてクメール帝国っていう帝国の首都が置かれたわけですミャンマーからですねベトナムにかけての帝国をまあ支配していました1113年から1150年にかけてこの地を支配したスール・ヤバルマン2世が、えー、アンコールマットを建てました。でこののアンコーールルットトはですね高さメートルの、えー、城壁と広い えー、堀で囲ままれてましてし、まあ、都市ででお寺であと、えー、宮殿があったりでそこで、えー、住民をですね侵略から守ったと考えられています城壁のですね内側には、まあ、それでも80ヘクタール、まあ、東京ドームにして約17個分というですねもう本当に広大なアンコールトが広がっているわけです。建てられた当時はですねこの地を支配していた帝国の首都だったわけですんでアンコールっていうのはですねクメール語で、えー、首都都 を意味してましてワットっていうのはお寺っていうのを意味していますただこの名前っていうのはですね最初はなかったんですねっていうのもこのアンコールワット自体がですねものすごく有名でもう名前すら必要なかったからではないかと言われていますそれではアンコールワットにまつわる謎に迫っていきましょうまず一つ目のミステクアンコールワットっていうのは何のために作られたんでしょうかアンコールワットが祀るのは守護神として知られるヒンドゥー教にいらっしゃる 3つの神様のうちの1人ビシュヌ神という神様ですそしてアンコールワットを建てたスールヤバルマン2世っていうのはですね日本語で太陽の守護神っていうのを意味しますこのアンコールワット自体はですねビシュヌ神を祀るお寺というだけではなくてですねこのスールヤバルマン2世が 亡くなった後にそこに埋められるいわばお墓みたいな役割を果たしていったのではないかと考えられていますまあ日本でいうところの古墳みたいなもんだったんではないかとツールヤバルマン二世が即位してから3年後の1116年頃に始まって王がですね亡くなった後1150年に終了してまあ大体30年ぐらいかけて 作らられれたといいう,うに考えられていますでこの当時ですねクメール王国の王様が、まあ、お寺っていうのをですね建てるっていうのは、まあ、自分の地位っていうのを正当化するっていう意味合いもありましたしさらにですね神様に自分は守られているっていうことを主張するためでもあったんですね。 ヒンドゥー教のですねお寺っていうのは神様の住まいででもあったわけです、えー、王様は神様のために神殿を作ったりあるいは宮殿を作ったわけですでこのアンコールワットの建設にはですねもちろん建設業者建築家であと石膏とかですねまあ、総勢にしてですねなんと30万人がこの建設に携わったと言われています。ほとんんどがででですすねね石で作られてるんです、ね ただよくよく見ると全ての石に彫刻がされているんですね。そして二つ目の謎、こういったですね彫刻が表すものは何でしょうかっていう。このコルワットには1200平方メートルにも及ぶですね彫刻が描かれています。でこの彫刻にはですね八種類のヒンドゥー教の伝説というのがう描かれているわけです。最も重要というふうに言われるのが入海革命というものでしょうこれですね分かりやすく言うと。 宇宙の始まりについて書かれたまあ、天地創造の物語なんですこの天地創造だけではなくてですねここには善と悪の対決についても描かれています秩序と力を失った神様のためにアスラっていう悪魔と戦うわけ秩序を取り戻すためにはですねアムリタっていう薬 を地上に放出しないといけないんですよそのためにはですねまず神様と悪魔が協力する必要があるっていうなんかそんな物語になってますここのですね彫刻ではこの神様と悪魔が協力してですねこのミルクの海をグワーってかき混ぜるシーンを描いているわけですねそれが入界各藩なんですけれどもさらにですねこの綱のように見えるのがですねナーガという蛇の王様なわけですよ でこの蛇の王様をこう引っ張って綱引きみたいなのをやってるわけですよ。でこの中央にいるのがビシュヌ神なわけですね。イルクのです梅、ね、をぐわーってかき混ぜてる間にですね、いろんなことが起こるわけですよ。かき混ぜた時の出る泡からですね、天女アプサラスっていう天女が生まれまして、この天女がアンコールワットのですね全体に描かれているっていうことなんですね。アムリタが地上にふわーって放出されるとですね。 インドラっていう,もうヒンドゥー教に言ったらですね神の中の神みたいな方ですけれどもその方が天から降りてきてこのアムリタを受け取ってですね悪魔の破壊から世界を救うっていう。 そんな物語になってますこういうですね伝説が掘られたアンコールワットもちろんそのすごく重要な場所だったわけですけれども実はたって間もない13世紀にはですね重要な場所じゃなくなってしまうんですよまあ、これが3つ目のミステリーなんですけれどもなぜ突如重要じゃなくなってしまったのか いくつか説がありまして、まあ、例えばですね、戦争に敗れたあるいは13世紀から14世紀にかけてこのクメール人っていうですね、人たちが信仰する宗教がヒンドゥー教からジョーザ仏教っていうです、ね、仏教の中の一種に変わったからとかいろんな説があるんですよ。最有力の説というふうに言われているのが水道システムの崩壊じゃないかと。 いう話アンコール遺跡をよくよく見てみるとですね石だけではなくて水に関してもですねものすごく大きなものを持ってるんですね。っていうのはまずその人工的な運河であったりあるいは堤防であったり貯水池そういったものもですね全部入ってるわけですよ。で特に大きなところ、まあウエストバレーって言いますけれどもそこは長さにして8キロで幅にして2.4キロあるっていうすごく大きな水路がこのアンコール遺跡の中には あるんですね。最盛期のシェムリアップには75万人の人のが住んでたんですでで、たす。この75万人の人のののたために水道が整備されてたんでで、すよ。でこのアンコール・ワットの水道っていうのはですね本当にその当時の人々にとってはも命の水なわけですよ。っていうのも今でいうところのお金を意味するのは当時はお米なわけですね。でそのお米を生み出すのが水なわけですよ。 なのでそういう命の水水路が崩壊したことが、えー、首都プノンペンに移るきっかけになったんじゃないかというふうに言われているわけですね。でもちろんこの、えー、崩壊にはですねいろいろステップがありまして、まあ、例えば周りの,その森林破壊あるいはモンスーンが来たからいろんな原因で水路のシステムが破壊されたんや。でこういうですね極めて巨大な水路っていうのは宗教的な意味合いっていうのも関わってるんですね。最後のミステリーなんですよ。 アンコールワットをですね空から見ると5つある石の塔によって構成されているわけですでこの中央にあるのがまあ、サンクチュアリといってですね、えー、聖域になっているんですけれどもここが目印になってますこの5つある石の塔っていうのがですねヒンドゥー教と仏教の神話の中に登場するメルーさんっていうですね神様が住むと言われている山の 山並みを表現してているとと言われていますすこの城壁とですねお堀っていうのは海であったり山脈そういったところを表しているとされていますこのメルーさんっていうのは、ね、神様が住むっていうイメージももちろんあるんですけれどもそれだけではなくてですね軸とも言われているんですよでこれ何の軸かっていうとですね天と地を 結ぶ宇宙軸と言ったりとか世界軸と言ったりするんですけどそういう意味合いを持ってアンコールワットを設計したんだよっていう風うに考えられてるんですよアンコール王国自体も宇宙における中心的な存在なんだよっていうことを表してるわけですよこうやってですね神殿あと水路 そしてこういう宗教的な意味合いをつけて見事なまでに設計されたのがこのアンコールワット。人口のですねほとんどが仏教徒に変わった1800年代でも重要なモニュメントであり続けたアンコールワット。ただその後は徐々に使用されなくなりまして、森がですね侵食してきたりとか、あるいは地震が起きたりとか、戦争が起きたりとか。 いろんな影響があって荒廃していくわけですねその後再発見されることになりますでこれ何かというと1840年代にフランスの探検家アンリムホによって発見されるこの時言ったのがギリシャやローマが残したものよりも壮大であるっていうことを言ってますこの時ですね言った理由としては特にこのメルーさん メールさんを巡るデザインっっていうのがもうとにかかく素晴らしかったとただですねこの再発見された時には広大な遺跡っていうのはもう今で見るところのよりももっと一部しか残ってなかったんですねでそれもそのはずなんですけれども当時の建築様式によってですねこの外の外壁とお寺っていうのは砂と石で作られてたわけですよなので結構耐久性もあったんですよたただそれ以外のの分っっていうのはもう木であったり もっと耐久性が低い素材で作られてたんですねそこでですね20世紀になってカンボジアを支配していたフランスっていうのはですね修復委員会っていうのを立ち上げます1960年代から本格的に修復を開始するんですね ただここで問題が起きるわけですよ。1970年代、カンボジアを支配していたのはクメール・ルージュ政権だったんですけれどもベトナムとこの辺りで戦ったために弾痕なんかも残ってるわけです、ね。その後、えー、1992年に世界遺産に登録されるんですけれども、まあ、略奪であったりとか、違法な発掘 あるいは地雷問題とかですね問題が次々に起こりまして危険な世界遺産に仲間入りしてしてまうんですねユネスコはですねこれはダメだということで世界的遺跡の修復を保護に向けてですね大々的にキャンペーンを行うわけですよ。でようやく2004年ですよね危険な世界遺産から外されましてで現在は世界的な観光スポットになっているというのがアンコール・ワットの現在です。 ヒンドゥー教と仏教の遺跡であるアンコールは訪れる人が絶えない本当に不思議なパワーがある遺跡ですこの不思議な遺跡の謎あなたは信じますかまた是非私と世界の歴史を冒険しましょうチャンネル登録もお忘れなくそれではタリアのジョーンズでした